本当に俺思うんだよなんかさ普通に働いてる人偉いとか勘違いしてないなんか働いてない人より偉いとかってそれ勘違いよ、うん、よ, <laughs> よく考えてよ皆さんどんだけまともに生きようがね最終的に人間はねあの寿命があるんですよ でもなくなったらなくなったでもうどんだけまともに生きようがどんだけゴミみたいに生きようがもうたどり着く先は無なんですよだったら生きてる間にねあのどれだけ楽しめるかですよ人生結局うんどんだけ楽しめるかなんだよもう人の目とかどうでもいいんだってね働いてないと人に あいつは無職だとかクズだとか思われるかもしれないでもそんなのどうでもよくないそんなしょうもない他に赤の他人の評価あばこちゃんさだっすうんマジでどうでもいいっすよ本当に <laughs> うんでね世の中普通じゃない人が勝ち組になるんだよ 当たり前のようにねあれ学校行ってさ当たり前のようになんかどっかに就職してさそんなんじゃ結局みんなね平均点しか取れないんですよねそれよりもねリスクとってなんかにチャレンジして成功したやつが勝ち組になるんだよ本当の意味ででもそういう勝ち組ねつまりみんなで平均点を狙わないでねギャンブルしある種がギャンブルだったり挑戦だったりをした人が一部の勝ち組になってでその人たちはね勝ち組になってチやヤホヤするわけじゃないですか。 でもそれってて矛盾してるんだよね、うん、普通に働くことが偉いとか言っときながらねあれですよそうやって平均点を狙わなくて成功した人のみなんか勝ち組だとかみんな褒めたたえるじゃんでもその人ってさ結果的にね成功したかもしんないけど、うん、でも結果的にそれで失敗した <laughs> 失敗した人のことをボロかス言うじゃんその平均点を狙ってる人は。うん、分かります でそれでなんかさ口を揃えて安定が偉い安定する生活が偉いとか言ってんだよそんなね世間の評価とかどうでもいいよ赤の他人の評価とかうん歌舞伎者になれるかな歌舞伎者花の刑事じゃないですか 大不変ものになりますよね <laughs> あの花のケ示でさ大普遍者ってのが現れた時超嬉しいよなあれ当たるんだもんえこんなんで当たるんだみたいな<笑><笑>いやほんとですようん <laughs> あんんんたなんて不不安安定定以下の不安定やんはあ、うん、もういいよ、はあ、不安定だろうが安定だろうがさ、うん、安定だろうが不安定だかどうでもいいあのねあと人にはねあのー、できることとできないことが人によって違うんすよ。 人にはででききるるこことととないことってあるの、ね、人それぞれ違うの何もかも生まれた時からそして自分が生きてきた環境によってさらにまた人は変わっていくんですよ人それぞれ違うんですよできることとかできないこと、うん、みんながね当たり前のように人ができてるものができるっていうんだったらみんな大谷翔平になれるんだよじゃあなんで大谷翔平になれないんだよねえお 大谷翔平になれるのはごく一握りの一握りの一握りです。ね。あバラはどうも。うん。でも言ったって大谷翔平だったら人間なんだから。うん、じゃあ普通の仕事サラリーマンには。 ほとんどの大多数が慣れてるでも慣れない人もいるんですよサラリーマンに一部の人は。でそしてその一部の人をないがしろにする考え方なんですよ。ねサラリーマンはみんなが慣れてるんだから少数派も必ず慣れなきゃおかしいっていういやその慣れない少数派だっているんだよ。ねえ。 結局ね少数派ってのはすごい人だけじゃないんだよ。ダメな人の少数派もいるんだよで,でいい人の少数派だけみんな絶賛してさ、ダメな人の少数派を叩いたりとかないがしろにしたりとかバカにしたりするじゃん。それっておかしくないって話なんだよ。当たり前のようにあの仕事できないい人っているんだよでもそれなのにみんなができてるから、ね、みんなができてるのにできないのおかしいとか言っそおかしいからその意見。それ少数派の意見を考えてないんですよ。少少数数派派のの、えー、意見というか少数派の 考えっていうかさわかる <laughs> う<ー>ん。<laughs> あ、ウェイさんあります <laughs> あのね <laughs> そんなにね 中多様性を持ってない人い人るんですよそんなねいろんなものに全てのものに適応できる人間バカじゃないんです。ね。結構できる人間ってあれもこれもねそれなりにできちゃうような人っているじゃない。うん。そんなね多様性をね、中多様性を持ってない人っているんですよ。ね。うん あの人はサラリーマンもできるあの人はコンビニの店員もできる、ね、あの人はスーパーの店員もできるある程度の仕事ができる、うん、それは多様性を持ってる人なんですよでもねスーパーの仕事も、ねうん、スーパーの仕事でもコンビニの仕事でも何でもサラリーマンでも何でもできない人っているんですよ多様性を持ってない人っているんですよね自分だけの世界があるんですよね 初見です。こんにちは。どうもー。あ、ほら、どうもー。<laughs> あ、ペーターさん、ハートアドス。 なんだよ、情けないとか言ったやつさ、俺のことをね、俺、情けない人間なのね、情けない人間なのね、えぇおい、情けない人間だ。今、情けないって言ったと、俺、情け、俺のこと言ってんの、情けないって、俺、情けないのか。ねえ、情けないのか、俺は。知らないよ、そんなの。情けなくてもどうでもいいよ。ねえ、情けなくたっていいじゃない。ねえ、情けなくたっていいじゃない。うん。 あイケメンありがとうございます。あリッツさん、ハートアザース。ね俺のことを情けないっていう人もいれば、イケメンって言ってくれる人もいるんですよ。ねえ。うん。え 情けないイケメンうんそうかな <laughs> ピアノうまそうな顔してるあ本当俺ピアノでも習いたいなと思ってるピアノ習いたいなと思ううんまあ全然弾けないけどね 働いて飯を食う。幸せだぞ。それだけでやってみろ。俺やったことあるから。こんな俺でも働いたことあるよ。働いて飯食ったことあるよ。俺だって。 それが嫌だから仕事やめたんだよそれが幸せだったら仕事続けてるわ俺だって働いたことあるわ俺だって働いて仕事終わって同僚と一緒にガストとか行くに行ったことあるよそれが嫌だったからやめたんだよ仕事嫌じゃなかったらそれが幸せだったら仕事続けてるじゃんねえ 何をやってたのえっとね、今まで俺がやったことをじゃあ紹介しましょうか。まず高校の時にですね、八尾市っていうスーパーでバイトしてました。<laughs> で、あとね、旅館とか民宿の手伝いをちょっとだけやったことある。あとはね、あの、歌舞伎町のホストをやったこともあります。あの、一瞬でバックれましたけど。 で大宮と熊谷のホストもやったことあります。それも一瞬でバックれましたけどあ、気の狂いでやったんで,で。あとはね、あのね、太陽光の施工販売の営業の仕事もやったことあります。はいまあ、それもあんま続きませんでしたが。ちなみにですね、今まで俺が一番あの長く働いたのが3ヶ月です。はい、あのそのホストを3ヶ月やったことある。あと、太陽光の施工販売の営業の仕事、あ、それ3週間か。 あと、その八ウシのバイトさんそれが三ヶ月ぐらいか。うん。ぐらいっすかね。<laughs> それ以外働いたことありません。うん。<laughs> 初見です、どうも。 スーパーパなぜダメだったいや続かないなんか合ってないやってて楽しくなかったあでもねスーパーのバイトでね唯一楽しいね仕事があったのそれはね6時半ぐらい夕方の6時か6時半ぐらいにねはあのお刺身のコーナー行って半額のシールを貼るんだよ半額のシールを貼る仕事だけがマジで面白かったスーパーのバイトそれだけよ楽しみ本当に半額のシール貼りマジで楽しかったからね マジ俺半額のシール貼るとき超嬉しかった。なんでかわかるあのいつも決まったね6時半だったかな6時半にこうし、はい、シール貼りに行くの半額の,のそうするとねみんな喜んでくれるんだよ <laughs> なんか主婦の方とかがこう買いに来てさ半額あじゃあもう時間になったん、ね、で半額ですっつって半額のシール貼るとすごい喜んでくれるあら安い半額だわって買ってくんだよ、うん、それだけだよ楽しかったのすごい感謝されるんだもん。 でなんかねちょっとフライングでねフライングでその半額シールを貼ることを知らないお客さんだと思うんだけど半額をシール貼,ったなんか貼る瞬間に貼るちょっと前にこうカゴの中に入れちゃうお客さんがいてその人にも貼ってあげたんだよまあほはそれあんま良くないかもしれないけどダメって言われてないからお店に。でそれが OK だったらさ一世のせいでなんか早い者勝ちっていうのがなくなっちゃうじゃん。もうう最初にこうそののの中入れてねあの で半額の人来たらこれ貼ってって言ったらさちょっとルルヒャンみたいなとこあるじゃんでもそういう感じで意識してない人だったしさ俺が貼ってあげたの絶対その半額の知らない人だったからそういう人にはねあ半額なんで貼りますよって言ってそしたらあ,なんかすごいありがとうってめっちゃ感謝されるんだよ本当はダメかもしんないけど店の人にもそういうのダメって言われてないしうんいややったんだけどでそうするとめっちゃ感謝されるんだよそれがすごい楽しかった すごい感謝されたからねはったらそれだけ楽しかったの<笑><笑>うんうん <laughs> 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 生活どうやってるのだから皆さんの なけせんさちこさんあります皆さんのなけせんあヤードさん、ちゃ、チャンルさんあります <laughs> ペーターさんあります <laughs> 肌綺麗じゃないでですすこれ加工です俺ねいやもともとは肌すごいきれいなんですよ肌白いし俺。でもねあの中学校の頃ねニキビとかできちゃってその後とか結構あるからなんかニキビ跡のボツボツみたいなのがそんなアホみたいにひどくないけどねクレーターレベルの。だこれ加工だから加工できれいになってるだけ実際もっと肌汚いからそのニキビ跡とかで。もともとの肌はすごいきれいなんだ俺肌白いし。わかるほら。 <coughs> あほらどうも。<coughs> <coughs> 頼むから TikTok で成功してほしいあ、ミルクちゃんさんありがとうございますいや俺も TikTok で成功したよ TikTok ライブの上位層年収2億なんだって俺も2億稼ぎたいよ1年でさ2億とかやばくないなんでそんなくんだよ2億とかやばいだろマジで俺だって2億稼ぎたいよね2億とは言わんよ3000万とかでいいよ3000万とかであローどうもうん 2億とかやばいだろう。あああああああ、秋なんて読むんだ。秋秋です。さん、ありがとうごいす。ハトミ <laughs> あなたなら稼げません。無理だよ。2億なんか稼げるわけないじゃん。もう絶対爆投げする人が何人いるかっていう。多分戦いだからそれ無理じゃない。そこまではさすがに無理だと思う。ガチの富豪がつかないと無理じゃん。それ。 うんどっか富豪はいらっしゃりませんかあトヨピーさんハートミアです <laughs> うんあちもとさんホラーありがとうございますうん <laughs> かわいいああヤードさん来た招き猫にゃんにゃーんあ,ありがとうございますこれいくらするんだろうこれいくらするのこれこれいくらするの招き猫これいくらするの猫いくらするのこれいくらするの,いく,すの,い,くすのいくらするんだろう 止まっちゃった止まっちゃったよ多分10万はさすがにしなくない399ありがとうございます399ポイントってことはえっと800買う方は800円から1000円ぐらいかありがとうございますうんあらあホロどうもううう もうそろそろ帰るか。寒くなってきた。帰ろっかな。帰るか。家帰ってからまた配信しようかな。すんごい。